新春恒例の東京消防庁による出初め式が今日東京ビッグサイトで開かれ、震災を想定した大規模な訓練などが行われました。出初め式は江戸時代の明暦の大火をきっかけに住民の防火意識を高める目的で始められたもので、今年は消防隊員や消防団員2700人と消防車両130台が参加しました。冒頭、北村消防総監は東日本大震災の教訓と課題を踏まえ、首都直下型地震が起きた場合の対策を確立すると挨拶。大地震で建物が倒壊したという想定で大規模な訓練が行われ、福島第一原発でも活躍したハイパーレスキュー隊の特殊車両による放水やヘリコプターで負傷者を救助する訓練などが披露されました。また、災害に強い地域社会を作るための訓練も実施され、一般住民や災害時支援ボランティアなどが消火活動を行いました。会場では威勢のいい掛け声で江戸時代の火消しの伝統を受け継ぐはしご乗りも行われ、法被姿の江戸消防記念会のメンバーがおよそ7メートルのはしごの上から東北頑張れと書かれた垂れ幕を掲げると、観客席からは大きな歓声が上がっていました。ところで、この出初め式ではしご乗りを披露していた江戸消防記念会の20代の男性が午前11時10分ごろはしごから落下し、重傷を負って病院に運ばれました。命に別状はないということです。